次のエクササイズは体幹トレーニングになります。体幹を鍛えるだけでなく腰痛の予防だったりくびれの改善にもなるのでぜひやってみてください。このエクササイズは膝倒しです。開始線は寝た状態で膝90度、足裏をつけた状態でゆっくり左右に倒していきます。この動作の時に腰に不安のある方はこのエクササイズはやらなくても大丈夫です。徐々に膝の外が地面につくように倒していきましょう。体が浮かないように肩の後ろは地面につけたままどこまでいけるか倒していきます。慣れてきたら膝は90度保ったまま足を上げてこのまま倒していきましょう。同様に肩の裏は地面につけたまま左右に倒していきます。足も開きやすいので両膝はつけたまま左右に倒していきます。次のエクササイズはかかと立ちです。先ほどと同じように寝た状態、足は軽く開きましょう。手のひらが天井に向くようにして軽く体を起こします。完全に起こすのではなく軽くで大丈夫です。この状態で胸が天井に吸い込まれるようにした状態保ったまま指先でかかとをタッチしていきます。だんだん体が浮いてくるのでそのまま真横に動くようにして指先をタッチしていきます。次のエクササイズはチョップです。ご自宅にあるペットボトルを用いて行っていきましょう。開始姿勢は片膝立ちになります。お尻の真上に頭が来るように姿勢を保って、出していることは逆の遠いところにペットボトルを構えます。この状態から目線はペットボトル見ながらゆっくりペットボトルを今度は斜め後ろに向かって下ろしていきます。この時体が多少丸まっても大丈夫です。ここからゆっくりまた上げて戻していきます。上げ下げの時間は片側5秒程度ゆっくり時間をかけて呼吸は息を吐きながら動かしていきます。体が前後にぶれやすいので下半身の位置は常にキープです。